よくあるじゃないですか、すんごい、え、なんでこの仕事いつから始めた、いや実は僕何回も事業失敗してやっと当たったよという、まあ、これですね。手を変え品を変えたわけじゃないですけど、いけると思いながら出来上がったものがこれで、でもこのがすごいんじゃなくて、この後ろに隠れた今まで培ってきたその引き出しを徐々に開けてきて、まあ、最終的にそういうイメージにしてもらったというところです。